皆様こんばんは、桜井よしこです。毎週金曜日夜9時の放送です。今夜の桜ライブは韓国で起きている反日そして反ムンジェインの大きなうねり、そのせめぎ合いに焦点を当てます。8月15日韓国はいわゆる光復節を祝いました。その光復節の日のムンジェイン政権のムンジェイン大統領の演説は日本の報道によると抑制的だったということですが、しかしそれを読んでみますと大いに疑問です。果たしてムンジェイン政権の方針はこれからどうなっていくのか、そのことを論じたいと思います。まずゲストをご紹介いたします。麗澤大学の客員教授、そして救う会の会長であります西岡努さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一方、元韓国大使館の講師でいらっしゃいましたホン・ヒョンさんです。どうぞよろしくお願いいたします。まずね、この日本の新聞の報道が私はちょっと生ぬるいと思うんですが、その前にこの8月15日光復節の日に韓国で反日デモも行われているんですけども、同時に反ムンジェインのデモも行われているんですね。これが日本のメディアでは報道されていません。まずそのデモの様子からちょっとご覧いただきたいと思います。では VTR をお願いします。これ、これ光化門ですね。光化門、光化門、ソウルの真ん中ですよね。そうですね。これ30万人という、まあ、主催者の発表ですが、うん、出席したということですけれども、これ、まあ、壇上で旗打ってるキム・ウンスさんという元知事で私の方の友人ですけれども、キム・ウンスさん、うん、はい、でこれ撮ってたのはチョウ・ガプチェさんなんですけどね、自分で撮ってるんですけど、はい、あ、なるほど。さっきチョウさんに電話したら、一体正確に何人ぐらいだと見ますかと言ったら、私はなるべく客観的に見る、少なく見る方だ、それでも10万人はいたと。なるほど、うんうん、で彼らのその掲げている要求は何なんですか。もうそれムンジェインをゲアしよう、ムンジェインは自分の足で青瓦台から出てくるか、そうじゃなければ弾劾して出させると、ムンジェインは韓国の大統領としてふさわしくない、うん、その一点ですね。ムンジェインの退陣要求のデモだってということですね、うん、少なく見積もっても10万人、まあ、もっと多くの人がいた可能性があるわけですけれども、このことはソウルでは報道されたんですか。同じ日にね、反日の運動、反安倍政権の、まあ、デモもありましたけども、反安倍政権のデモは日本の新聞も報道してましたけども、ソウルではどういう扱われ方をしたんですかね。まあ、いろいろチェックしてみたら、はい、まず反安倍を出して出して、はい、だから反安倍も出したくなかったでしょう。でも、うん、文在寅大臣を求める、これをもみ消すために、うん、反安倍を先に出すんですね、はい、そういう報道のやり方で、それから特にテレビなどは全くこれを報道してませんね。反文在寅のデモは報道していない。はい、はい、報道しない。昼間ね、ものすごい雨降ってたんです、しかしそれでもね、うん、どん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 人が出てきてね、光化門あたりだけではなくて、光化門からソウル市庁前、そして南大門ま で、 そうです、ずっと人がいた。これちょっとその写真を、うんうん、カメラさん撮っていた、これが激しい雨の中ですから、みんな傘さしてます。みんな傘をさしてます。これだから傘さしてると立ってるんですね、で、ええ、日本の報道が報道した反日デモは座ってるんです。なるほど。座ってるから一人当たりの面積広いんですね、なるほどね。で、その反日デモの方は光化門広場だけを見ていた、うんうん、しかしこちらの方は立っていて、光化門広場からソウル市庁前、そして南大門までずっと埋めていた。南大門まで続いて、はい、で、まあ、4つの団体がそれぞれ別の集会をやったんですが、その後合流して、午後4時ぐらいに更新したんですが、その時が一番多くて、はい、うん、まあ、4つの団体のうちの1つの売り共和党は30万人集まったと発表しましたけれども、ど、まあ、壇上に上がっていてこの写真を撮った張さんたちは10万人はいたと、はい、そしてこれはですね、過去朴槿惠弾劾の直前の2017年の3月1日に対極的デモが一番集めたんですね、はい、その時に次ぐ規模だと。なるほど。そして特にその時は若干そういう傾向があったんですけど、老人が多かった、
ええ、でも今回はそうじゃなくて老若男女みんないて、まあ、これを見てはその傘を差してるからその若い人がいるかどうかっていうのはよくわからないんですけれども、さっきのあの VTR を見るとかなり若い人たち、壮年の人たちがいましたね。だから、はい、あの、一つ言えることは、韓国は今反日で燃えていると日本のマスコミは報道していますが、その反日のデモよりも少なくとも2倍以上の人たちが反文在寅で集まった、はい、昨日場合は2倍じゃなくて20倍ですね。正直に、はい、なるほど、正直に少なくとも反安倍のデモはそんなに小さかったか。そうです、ね、なるほど。それから彼らの警察の保護を受けてるんですが、これで分かるのが、韓国で今一番いろんなあのインターネットのコメントなどを見れば起こるのが、文在寅の共犯だということですよ。メディアが、メディアが文在寅の共犯、はい、そうです、金正恩の文在寅の共犯、つまり韓国のメディアは前からずっと申し上げたんですが、あの平壌の指令を受けるような民労組、民主労組、極左の労働組合の傘下に言論労組というメディア全体を束ねる労組があって、メディアの全ての会社はこの言論労組の支部ですね。なるほど。だから韓国の今のメディアは朝鮮日報含めて文在寅と金正恩に不利なことを報道しない、基本的にこうなってます、だからそのソウルでもこの反文在寅のデモは報道されなかった。だから昨日、まあ、実はあの、まあ、いろいろ写真を送ってもらって話をしてみたんですが、ソウルの韓国のこのメディアの全ての、まあ、新聞の報道には、実は日本とも提携関係の日本の特派員たちがたくさんいるんですね、ソウルに、彼らはこれを全部見ながら誰もこのことを取り上げなかったということです、そこがね、私日本のメディアの、ね、そうそう、おかしいところだと思うんですよ。人数が多かったんですから、それだけでも取り上げる価値があるわけですね、そしてこの反文在寅デモではですね、文在寅政権の反日は問題だと、文在寅政権の重北反日は我々の敵だと、そして日本はアメリカとともに我々の味方だという演説がずっとあって、日本が我々の味方だというときにヤジは一つも飛ばなくて、反日の演説は一切なかったということが現状なんです。でそこに集まる人たちの方が多かったんです、なおかつ本先生おっしゃったように韓国のテレビや新聞はこのデモがあると予告をしないわけです、保守派がお金を払って朝鮮日報の、ね、意見広告をしただけで、口コミだけでこれだけの人たちが自分の足で集まった、と。一方反日デモの方は民労総が組織動員かけてますから、多分日当もらってる人たちもいるわけですよ。なるほど。そういうものでも、彼ら主催者発表でも彼ら10万しか言えなかった、で多分5万を切ってるだろうと、せいぜい3000だったでしょう。まあそれちょっと、ね、あの、少なくとも多かったことは、絶対間違い ないので、いわゆる反文在寅のデモの方が多かった、だから希望が比べられない、比較できない、それなのに報道しなかったという大きな問題があると、ですからやはりこの言論テレビを見てないと韓国のこと分かりませんよ、日本でも YouTube を見てないと本当のことが分からない、韓国にの言論統制がある韓国になんで日本が近づいてくるのかと、おかしいですよね。だから日本のメディアも文在寅の共犯、私から言わせれば、まあ、本先生先ほどね、韓国のメディアは北朝鮮と一緒にまあ協力して、キム・ジョンウンにも文在寅にも不利なことは伝えないとおっしゃいました。まあ、重北重北勢力、というのは先ほど民労総は、彼の目標はレジムチェンジですね、社会主義国を作ることですから、社会主義作ることですから、文在寅に不利なこと、平壌に不利なこと、習近平に不利なこと一切報道しません、彼に言わせると報道しない自由があると言ってます。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは、
不可能ではないかもしれない、うん、皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が舌を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。